結構出てきた当時は全然ね、色物かと思ったけど、うん、だからそれ T ペインと一緒ですよ、それこそ。あ、そっか、うん、T ペインも色物かと思ったけど、まあ、すごいよね、うん、ピアノの弾き語りとかすごいもんね、普通に。そうですね、うん、レディーガガはちょっと特殊ですね。自分でなんかわざとやっちゃってるもんね、うん、でここまであの息が長いと思ってなかったです、やっぱり。確かにレディーガガに関してはT ペインもそうですけど、こんなに息長いんだなと思って。実力あるもんね、やっぱ。うん、そうですね、うん、やっぱ流行りはもう分かれますからね、長い人と、うん、もう一瞬で終わる人と、うん、一瞬で終わる人も多いですからね、うん、ケリー・ヒルソンとかもこの前も話しましたけど、うん、割と一瞬だったですもんね、うん、ケリー・ヒルソンは。確かに、うん、そんな長続きしなかったですね。やっぱ実力はやっぱ結局、うん、うん、ないとっていうところですね。リアーナは長生きしてますけど、なんかリアーナでもなんていうのかな、すごいプロデュースしてくれる人とかにも恵まれてるし。ああ、そうですね、うん、なんかカニエみたいな感じですよね、なんかちょっとなんかそのリアーナを応援したい人がいっぱいいるって感じがするよね、うん、なんか、うん、そうですね、うん、なんかその魅力があるっていうか、うん、人としてっていうかね、うん、でも普通にいい曲いっぱいあるしね、うんうん、でもやっぱ名曲多いですよ、リアーナは、うん、だカニエも別にラップ上手いとは思わないですけど、うん、でもやっぱりプロデュース能力が高いから、楽曲で言ったらやっぱりいい曲が多いですね、カニエも。ラップはそんなですけど、プロデューサーってなんかラップあんまみんな上手くないイメージなんですよね結局、うん、昔からでも言ってたよね。そうです、カニエは本当に全然好きじゃない。カニエ出てきた時も言ってましたもんね、言ってた言ってた、全然こいつはダメだってだけどって言ってたよね、うん、ラップはダメだけどってそうずっと言ってたね、変わってないです今も意見は。まあでも昔より全然良くなりましたけどね、カニエもかっこいいところありますけど、やっぱりでもあのフィーチャリングとかで、うん、いろんな人とやった時に、うん、カニエってあんま良くないよなっていうのが目立ちますね、やっぱ、うん、結局なんか日記のアルバムにカニエ入ってたんですけど、うんうん、でその時も日記めちゃくちゃかっこよかったんですよ、その曲。だからカニエは、ああ、やっぱりカニエはカニエだなっていうところで落ち着きますね。カニエがこう、うわ、今回のカニエやばいって思ったことは一回もないです。曲はありますよ。今回のカニエの曲はやばいはありますけど、ね、今回のカニエのラップがやばいは一回も思ったことないですね。